こんにちは、鈴木健三と申します。皆さん、ポケットモンスタールビーサファイアエメラルドやってらっしゃいますでしょうか？久しぶりだな、この挨拶も。僕はね、ずっとやってるんですけど、これルビーサファイアエメラルドのこのインタビュアー、この人たちね、何回も戦ってくれる、あのお小遣い稼ぎとか経験値稼ぎにもってこいの便利な人たちなんですけれどもね、この人たちがですね、一回戦うごとに場所を移動するんですね。ここと海辺と草むら、この3箇所をなんかじゅんぐりじゅんぐり場所変えていくんですけど、これがですね、なんかある一定回数戦うとここにしか出現しなくなるということを聞きまして、これ僕最近知った、俺こんなにルビーサワーやってるのに最近知ったんだけど、これがなんかネット上の情報だとなんか255回戦うと固定されるということらしいんですけれども、これからですね、どの攻略サイト見てもそうらしいとしか書いてないんですよ。なんか300回戦うと固定されるよって書いてあるサイトもあるし、なんか情報がはっきりしないということで、今回実際のところどうなのか、これをですね、僕がやっていきたいと思います。これ何にもならないけどね。ひたすら戦うだけですね、本当に。強いポケモンで波乗りとかがいいですね。全体技使って落としていくっていうところでございます。そんなんね、もう楽勝ですから。まあ最初のうちはね、そう、これね、回を追うごとにね、レベル、相手のレベルとかも上がっていくんだよね。で、一応この手持ちにはお守り小判持たしてね、やるとお小遣い稼ぎ、これいいのでやってみてください、皆さん。こういうのマジで俺生放送でやりたいよ、本当に。生放送が今できない。生放送でやってたらなんかそんなにかかんないんだろうけども、ついつい配信外だとやっぱ携帯とかいじっちゃうから時間かかるね、なかなかね。100回目でございます。まだでも100回はまだでしょ。なんか255回か3、多分ね、俺はね、どうなんだろうね、300回ぐらいと、まあどのサイト見てもまあ大体300回、少ないとこで255回だったんで、255っていうのがどういうあれなのかもわかんないけど、まだ100回目、ここはまだでしょう。固定されてるのかな。まだだね、まだ固定されてないね。さあ、なんやかんや200回、もう終わりかけでしょ、そろそろ。こんなの、おいおい、200回だぞ。これでまだなの、しんどくないか、もうあんま。めんどくさいよ。俺こんな情報聞いたこと、固定されるなんて俺知らなかったし、最近まで。なんでそんな情報がみんな知ってたのかな。やっぱ当時の廃人とかがレベル上げに使いまくってとかっていうことなのかな。こんなの普通にプレイしてたら知らない情報だもんね。技マシンに変えられるのはいいね。無駄がないね、この検証はね。俺結局必要になるからね、後々ね。この検証は無駄がないよ。これは素敵。マジで。いいね、楽しいね。さあ、いよいよこれが運命の255回目の戦闘でございます。あっという間にもうスイ君、レックウザもレベルが上がりまくって、ほら、安定して戦えるようになってきました。こんな、もうどうなの、この戦闘が終わって、だから次の場所移動して、マップ切り替えてここにいればいいってことか。そういうことだよね。わかんない。でも255だからね、300回って書いてるサイトもあったからね。別にどうなのかわかりませんけれども。よし、どうだ、終わり終わり、もういらんいらんいらん、もう早く。マップ切り替えよ、切り替えて戻ってきていたら成立、いなかったらもうちょっと、あとまあ多分50戦ぐらいしなきゃいけないのかな、少なくともっていうところ。さあ、見ていきましょうか。どうよ、いるか、いるのかな、果たして。それもよくわかんないけども。さあ、どうだ、おお、あ、いる、もうこれ固定、あー、マジか、あ、そうなんだ、255回だ、合ってたんだ、じゃあネットの。あー、すごい、インターネットすごい。知らなかったな、これは。初知り、これは知らなかった、マジで。知る由もない。さあ、ということで、皆さん、結果、255回で、固定されるということなんで、皆さんもぜひ、255回、戦闘して、ここにね、固定していただければいいんじゃないかなと。あの、300回って書いてあったサイトの人は、訂正してください、情報を。255回でした今更ですが訂正してください。それは皆さんもぜひ真似してみてください。以上。誰がやるんだこんな今更。鈴木健三の膀胱が今破裂しそう、破裂しちゃっている。